さて、古典常識。貴族の恋愛流れと結婚についていきましょう。婚姻形態についてはやりましたよね。貴族の婚姻形態のポイントは、一夫多妻制と、妻同どい婚、そして、向こう入り婚でした。貴族の恋愛の流れを中心に、結婚まで見ていきましょう。それでは早速いきましょう。まず、きっかけなんですけども、大前提を押さえておいてください。成人女性は直接顔を見せない。こういう文化なんですよ。 だからこそ古典単語で見る。英語で言うとルックみたいなね。見るっていう意味もあるんですけども、それ以外にも、成人女性は直接顔を見せないというのが大前提になってるんで、じゃあいつ見るのってなったら夜の営み、ラブラブしましょうっていう時に初めて見るんですよ。ってなってくると、深い仲になる、結婚するっていう意味もね、この単語にプラスされます。覚えておきましょう。もう一度、成人女性は直接顔を見せないということになってるんで、また古典常識でやりますけど、部屋の作りもそうなってますし、 お手伝いさんである女房がブロックしたりするんですよ。顔を見せないように様々な仕掛けがあると。こういうふうに思っておいてください。 でもね性格とか顔とかってやっぱり気になりますよねじゃあどうやってそれを仕入れるのかっていうと噂話から仕入れるんですよこれも古典常識でありましたお父さんが死んだお姫様っていうのは落ちぶれていくっていうのがありますだから早くね受代させたり早く結婚させたりしたいんですよってなってくるとお父さんとか兄弟がねうちの娘めっちゃ可愛いでセンスもあるで女房からもうちのお姫様最高ですよっていうふうなことでどん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 噂を流していくっていうことですここでではね本文文出てくる古 単語も合わせて覚えておきましょうよく出てくるのは「音に聞く」っていう単語です。この「音に聞く」っていうのはほんまに「音聞く」って意味じゃなくて「この音って何の音なんつったら噂の音」やと思っといてもらったらこれで「噂に聞く」っていうことになります。聞こ言うっていうのがあるんですけども 言っていうのがね、上代の助動詞で自発を表してる受け身を表したりしてね、自然と聞こえてくるみたいな感じなんですけども、それだけじゃなくてね、聞こえてくるってなったら、それはなんで聞こえてくるの噂されるからーっていうことで、噂されるって意味もあります。またね、噂されるとその人のことがわかるっていうふうなことになるんで、聞こえてくる、噂される、わかるっていうのがこの聞こゆっていう意味にね、入ってくるんで、しっかりと覚えておきましょう。聞こえっていうのはこの聞こゆの名詞形になってくるんで、 噂ととか評判っていうふななことになります何オフっていうのは名前を追っているっていうことですからそんだけのね評判が常について回る評判とか噂を背負ってるっていうことです覚えっていうのは世間の人が覚えてるっていうふうなことなんで記憶とかそういうことじゃなくて評判とか噂これでねしっかりと覚えておきましょうこの貴族の恋愛のきっかけが噂話になってくるんですよということはこの単語を本文で見つけるとあ恋愛のきっかけかなということでね より読みやすくなってくるんで、暗記しておきましょう。他にもきっかけでね、噂話だけではありません。覗き見るっていうのも OK でした。やっぱり気になりますよ。垣いま見るっていう単語があります。これね、垣根の間から見るっていうことです。今やったらね、ちょっとなんか覗きって犯罪チックやなっていうふうなことになるんですけど、この頃は OK やったということです。ここもね、前の古典常識も活かしてみてください。女性の顔を覗き見るって、まあもちろんね、女性の顔を覗き見ようとするんですけども、 なかなか女性の顔って見ることができない作りになってるんですね。いろんなもんでブロックされてる。部屋の作りもそうですし、カーテンとかもあるんで、他何を見んねんってなってくると、家の庭の作りとか雰囲気を見るんですね。要は、お父さんが金持ってるかどうかっていう風なのがそこでわかるじゃないですか。また、カーテンみたいなミスっていうのもよう出てきます。このミス越しにね、会話をしたりするんですよ。他にもね、貴重って言ってこれはね、 移動式カーテンみたいなね部屋を作ったり空間を作ったりするのに便利なやつもあります風が強い日とか貴重とかミスがペラってめくれるんですよその時に女の人をパッて見て恋するってよくあるんでね風が強い日とかねあめくれるんちゃうミスとか貴重が思えるのもね古典常識の力ですよねまだプラスアルファで覚えておいてください化粧の崩れを隠したり顔を隠したりするために扇を持ってますで扇2種類あるんですよ 火扇っていうのが薄い木みたいな重ねられてる扇で冬に使うっていう冬扇なんて言われたりします川彫扇っていうのがあるんですけどもこの川堀ってコウモリのことなんですけどこれはね木に紙があるやつまあ軽いんですねだから夏扇って言って夏にパタ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 こう風を起こすのにも使ったりします涼を取ったりするってことですねこういうのを使って隠してたと男性側からしたらそれをどうにかね覗き見るんだっていうことになってきます 噂話をを聞いたたり覗き見たらね恋すするんですよここに出てる古文単語っていうのは男性の心情なんですけども心止まるってそ,その女の人の像が心に止まるからめっちゃ好きって思ってるっていうことです心につくっていうことはその女の人の姿が心にピタッてくっついて離れないっていうことでえ恋してますっていうふうなことですね重ひかくっていうこの「かく」っていうのはかけるって意味やと思っておいてくださいだから思いをかけてますってもうずっとあの人に思いをかけてますっていう状況なんで恋してますっていうふうな いうことになります重よ夜ってここの夜っていうふうなことなんで女の人によってるっていうことですねで心移るってその相手に心移ってます相手のことを思ってます恋してますよっていうことになりますついでなんで合わせて覚えておきましょうさてきっかけで好きになりましたよーってなっていったらじゃあ次やり取りですよね前提が顔を見せないんで会話して口説き落とすっていうのはできないんですよじゃあどうするかっていうと基本的にお手紙がコミュニケーションツールになってきます で、まずね、古典単語でよく文って出てくるんで、こいつも覚えておきましょう。文っていうとね、何かこう文字が書かれたものが文っていうことになります。そこから、お手紙とかね、漢詩とか学問っていう、全部ね、文字が書かれてるやつです。文字で書かれるってなったら、その当時は漢字が主流やったんで、漢詩とか漢文を指すっていうのがあるんですよ。よく文を作るっていう用いられ方をします。作り手が女性になってくると、 どんどんね、この文っていうのはお手紙で用いられることになりますよと、女性はあんまり漢詩作らないんで、文をやるっていう形で出てきます。お手紙っていうのが多いですね。書かれた文字を指すんで、文に学ぶとかね、文の道とかなってくると、結構ね、大きく学問って使われたりしますよって。まあこういうふうに、どう使われてるか、述語を見てみてね、どういうふうに使われてるのかっていうところをね、しっかりと把握しておくと、まあ意味が取りやすくなってきます。 同じように小速って読むんですけども、これもね、よく出てきます。生きっていうのは生を表していて、消えるっていうのは死を表してるんですよ。だから生きてるか死んでるかっていう安否確認がポイントになってるのがこの小速ってやつですね。安否の確認なんで、 一つは生きてますか死んでますかっていうお手紙っていうことになりますし、もう一つは口伝いで伝言っていうことになります。来たよーっていう時には訪問の挨拶っていう風になっております。よくね、一番と三番が使いやすいんで、こっちが直接的ですね。こっちは間接的っていう風なので、覚えておいてもらったらなと。 で、お手紙って言うんですけども、まあ、たら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 お手紙書くだけじゃなくて、えー、和歌が添えてあるんが普通なんですよ。五七五七七足したら31文字なんで、この味噌一文字イコール和歌ってなってきますよ。和歌が書いてあるお手紙が普通です。これをね、男性側から送るんですよ。 もちろんね、この和歌のセンス、文字を書くんで、文字のうまさであったり、お手紙自体のセンス、全部ね、総合判断されるっていうことになります。女性はもちろん変身するんですよ。その変身っていうのは帰りごととか返しっていうふうに言います。男の人も女の人も顔を見せないからこそね、 このお手紙のセンスなんかで判断せんとダメですよね。ってなってくると、例えば男が送りましたってなった時にね、女性の方ではもう親が出てきてね、代筆お手紙を代わりに書いたり、和歌を読む代英って言ったりするんですけども、和歌を読んだりね。また、この女の人に使えるもの、その人がね、和歌の才能があったら代英したり、文字がうまかったりしたら代筆したりするケースもあるんだっていうことです。すぐね、 帰ってくるんかって言ったら、女性は3、4回返しません。あえてね、じらし作戦です。それに対して男はもう何回も何回もアプローチするんですよ。で、3、4回で帰ってこうへんかったら、基本脈なしです。もうあの、断られてる、拒否されてるみたいなものですね。3、4回ぐらいになったら、やっと帰ってくるって。で、それに対してまた送っていく。えー、帰ってくるって、このやりとり、ラリーを続けていくんですね。ほんで、だんだんこう、あおう、実際会いましょうっていうことになるんですよ。 さて、やり取りのところでしっかりとね、マスターしといてほしいことがあるんですよ。顔を見せないから、これ貴族やと思っといてね、この貴族が、このお姫様に直接手渡ししに行くわけないんですよ。直接手渡ししたんやったら、もうその時点で顔見てますからね。手紙じゃなくて、くどけよってなるでしょ。お月のものが届けるスタイルになります。 男の人は歌を読んだらこのお月の人に渡すんですよ。お月の人はこの女の人のお手伝いさんに渡すと。女の人のお手伝いさんっていうのは女の人に渡すというふうなことですね。ここが噛んでるんだっていうふうなことです。登場人物は2人と思いきや4人いたりしますよ。私益の助動詞が使われたりするんですよ。手紙を送らせたみたいな感じでね。 こここ結構大事なんですねこの恋愛のシーンっていうのをイメージするときに直接やり取りするのをイメージするのかそうじゃなくてお付きのものに渡しているのをイメージするのかは同じ本文を読んでてもね古典常識を知っているかどうかで大きな差が出てくるところなんでねここをマスターしておきましょう一応ね「源氏物語」の具体例で確認しておきましょう光源氏はね、このうつせみに恋をしましまたただこの「うつせみ」は人妻やったんですよ このうつせみにもおつきのものって言いました。中将の君であったり、その他の女房っていうおつきのものがいるんです。で、源氏にもおつきのものはいるんですけども、この関係自体がね、バレたらダメなんで、だから光はね、どうやったら渡せんやろうなっていうふうにして、思いついたのがこの小君っていうのを取り入れようってことなんですね。小君を天女のわらにするよってことにして、木の神に僕に預けてえなーっていうふうに言うことで、この小君 小気味とヒカルが仲良くなります。で、小気味のお姉ちゃんがうつせみなんで、小気味にお手紙を渡せば、うつせみに行くっていうスタイルですね。通常の恋愛パターンとは違うんですけども、ああ、だからそういう風にして小気味を使ってたんかっていうのが分かってきますよね。男性同士とか正式なやつは縦踏みっていうスタイルをとってました。それに対して、女性に結び踏みつって結んだスタイルになってるんですよ。 またね、思いをかけてる踏みっていうことで、化粧文っていうことですあ。いわばラブレターのことです。ラブレターのことを化粧文って読んだりしました。お月のものやずさが届けるって、ずさって、ま、あ古典ではずさって読むんですけど、従者が届けることになるんで、踏み違いって、こう、届け間違いみたいなのが出てくるんですよ。特にうつせみは、あんたがそんなんせんでいいねんっていうのは、この子まだ幼いんですよ。12から13歳なんで、どっかで踏み落としていきよったらどうするみたいな感じになるんですよね。 要は、うずせみっていうのは、ここの関係が一夜でもあったっていうのは世間に知られたくないんですよ。だからこそ、和歌のやりとりの時にね、ワンナイトしたよねって、あの夜をもう一度とか言われたくないんですね。ほな、どうするかって言ったら、二人にしか分からへん共通のやりとりっていうのをしがちなんですよ。この和歌では。それはね、お月のものやずさが届けるからこそ、まあ、この子らが見るかもしれないじゃないですか。また落とす可能性も出てくるんですよ。そうなった時に、少しでも分かりにくくするために、 またね、三十一文字という制約、三十のことミソ字って言いますもんね。だから、ミソ一文字、省略の美学っていうのと露骨に言わないっていうのが掛け合わさってね、和歌の解釈ってすげえ難しくなってるんですね。光がこう言うでしょう。母木に迷い込んだようです。このうつせみは教養があったんでしょうね。それにパーンって反応したんですよ。母木って粗末なところに生えるって聞きますよ。だから姿を隠すんでしょうねっていう風なのを源氏に送り返すんですね。 小ぎみくんにはわからないかもしれないし、もし落とした時に拾った人がセンスがなければ読み解けないかもしれないですよね。まあそういう風に隠しガチっていうのも覚えておいてください。さて、若のラリーがうまくいくと、いよいよ恋仲になります。今夜じゃあ行きますみたいな感じになるんで分かりましたってなってその準備が着々と進むようになるんですよ。正式なやつで行くならば、男の人が清掃して、 女性のいるところ部屋の真ん中になるんですけどもモヤっていうところに行くんだっていうことになります。 ま、あそれがね、あの、あかん恋なんかになってくると、こっそり入っていくっていう形になりますね。その女性のお手伝いさんとかが鍵を開けといてくれたり、誘導してくれたりするんだっていうことになります。正直に鍵がかかってへんかったから、ざっと行くって、恋愛プロセスに反してるんですよ。だからこそ、いくら癒しいものでも馬鹿にしないでくださいっていうふうなことになりますし、上流貴族からの中流や下級に対する扱いっていうふうなのも、なんとなく見えてきますよね。 で、ここでもね、古典単語を覚えておきましょう。呼ばふーっていうのがあるんですけども、このふっていうのが、上代上同士で反復を表すんです。ってなってくると、呼ばーっていうのを反復していくんで、何回も呼ぶ。何やいんちゃん、何やいんちゃん、何やいんちゃんって呼ぶっていうことなんで、呼び続けるっていう意味もありますし、休婚するっていう意味もあるんですよ。でね、恋愛の時間っていうのが良いって言って夜やったんで、夜に張っていくっていうことで、呼ばーっていうふうなこともあります。 もちろんこれの名詞形で呼ばひとも言うんですけどね。まあどっちも求婚するっていう意味が出てきます。ちぎりを結ぶっていうふうなのは、このちぎりっていうのは契約の契ですからね。約束するって、将来を約束するっていうことなんで、これもね、深い仲になるっていうことになります。この会うっていうことなんですけども、この会う、普通のミーティングじゃないこの会うっていうのは深い仲になるっていうことです。もう実際男子と女子が会うって言ったら夜の営みでしょうっていうふうなことになるんで、 王政なんて言ったりのと。まだね「語ラフっていう風なのはここにも「風があるでしょだから語り続けるっていうことなんですけどもイメージとしてお手紙じゃなくて直接肉声で「好きやで」みたいなのを語ってるっていうことなんで男女が深い仲になるってもういわばあの「夜一緒に寝てる状態です」甘い言葉なんかを囁き合ってるよっていうのがこれになります。 今回の大きなポイントとしては、まずね、恋愛の時間は、酔いから暁月っていうことになります。酔いっていうのは夜のことです。暁月っていうのは、まだ日が明けてない2時とか3時頃やと思っておいてください。まだ暗いっていう時が暁月っていうことですね。なんとなく赤なんて明るくなったんかなって思うんですけど、違うんですよ。基本的に顔を見えないシステムですよね。で、平安時代の夜は暗いっていうのをやりました。深い中になったとしても、顔って見えてないこと多いんですよ。ちなみに、この母木木でも、 小柄やなっていうのは分かってるんですよ。抱きかかえてるから。けども、中上の君の顔も、このうつせみの顔も、光るは分からんままですよ。もうそれぐらい暗いんですよ。朝とかね、鳥の鳴き声っていうのをね、恨めしく思うっていうことになってきます。ちょっと一応時期もよく出てくるんで、夕べっていうのは夕方ですね。酔いっていうのは夜です。で、夜中真っ暗ですね。暁っていうのは夜中の延長やと思っておいてください。で、 ここからね、死ののめって言って、暗闇からちょっと青白くなる時があるんですよ。それが死ののめ。あ、明かり見えてきたなーっていうのが明けぼの。もうもうすぐ朝日が見えますっていうふうな時が朝ぼらけ。明日って書いてあるんですけど、これがもう朝になったよ。もう一番のポイントは赤は赤くないっていうことですね。で、実際深い関係になったと。 まあ、男の人と女の人がとも寝をした後なんですけどね。ちゃんとお手紙を送らんとダメなんですよ。この文はお手紙って意味です。絹ぎぬの文を送らなあかんっていう習慣があります。これが読みにくい。まずね、絹ぎぬってどういうことなんってなってくるんですけども、女性の絹っていうのと男性の絹っていうのをお布団代わりにして、そこに二人が寝るんですよ。ちょっとロマンチックですよね。でも、当てる感じはね、後朝なんですよ。 何あと朝って言ってる。これ、した後の朝ですね。漢字ではした後の朝なんですけど、読み方はロマンチックな絹ヌ,ヌになってくるんで、漢字と読みが離れてるんでね、注意しておきましょう。共音をしたんで、女性も髪が乱れてます。で、朝とか鳥の鳴き声を恨めしく思ったやつを読むんですよ。男の人が帰ってから絹ヌ,ヌの文を読むんですけども、絹ヌ,ヌの文を読む速さが愛の深さになります。 で、押さえといてほしいのが、絹犬の踏みが遅れてしまったり、絹犬の踏みがなかったりした時には、愛情がないな。特に、絹犬の踏みがない時はもう次はありませんよっていうふうなことになりますから。絹犬の踏みがあるかどうか、そしてその速さ、タイミングってめちゃくちゃ重要なんやなっていうふうなのを思っといてください。百人一首の52番、有名なね、絹犬の踏みがあるんで、ちょっと見ときましょう。開け塗れば、狂るものとは知りながら、なお恨めしき、朝ぼらけかなっていうふうなこと書いてあります。 一旦夜が明ければ暮れていきますよねって。そんなもん知ってます。じゃあまた数時間後にはあなたと会えますもんねって。そんなもん知ってますよって。それでも依然として恨めしいのは、この朝ぼらけだなって言ってはるんですよ。酔いに会えるけども、一旦別れなあかん。この朝ぼらけが恨めしいみたいな。私もーってなりますよね。なるかちょっとわからんけど。まあこういうふうにね、朝とか鳥の鳴き声っていうのは敵になるんで、これちょっと覚えておきましょう。そうするとね、歌解釈っていうのがしやすくなってきます。 さて最後、結婚をされておきましょう。3日連続通えば結婚になります。通うっていう単語は基本的に男から女ですよ。この頃女性っていうのは顔を見せないんで外にも出歩きませんしね。恋仲になって深い関係になってくると、このお父さんとか兄弟っていうのはね、男の靴を3日未晩抱くみたいなやつあるんですよ。靴を抱くことによって、この3日連続できますようにっていうおまじないみたいな感じだったんですね。 もうそこ、結婚を望んでたり、誠実な男の人は、そら、3日連続来ます。そうじゃなくて、遊びの人っていうのは3日連続じゃなくて、1日おきに来たりね。まあ、間隔を空けてくるっていうことですね。いや、そんな関係嫌な,なんやってなれば、もう全部鍵閉めて待って、入らせへんようにしたらいいっていうふうなことになります。とりあえず3日連続来たら、結婚成立やねんなっていうふうなことになります。だからこそ、まあ、3日目ね、もう確実に来るわーってなったら、三日夜の餅の儀式があるんですよ。三日夜の餅って言って、お餅置いとか貼るんです で妻の親族や友人っていうのに合わすってこれをね所表しって言いますいわばその夫の所在っていうのを表したりするよっていうことで妻の親族や友人にお披露目するっていうことになりますほら妻どい婚とかね向こう入り婚って言ってね妻方の家っていうのが大きな力持ってましたもんねちょっと長くなりましたけどもきっかけまずは顔を見せないっていうところから噂話や覗き見っていうのがポイントでしたそしてやり取りの開始ここはね 登場人物っていうのがお付きのものも増えるよっていうところをしっかりと押さえといてくださいそしていよいよ恋仲にってなった時にね恋愛の時期っていうのをしっかりと押さえときましょうまだ暗いうちにっていうことになります姿を見ないことが多いっていうことですねそれだけ平安時代の夜って暗いんですよ結婚っていうのは3日連続通うっていうことなんやとここは日にちがポイントになってくるんでそれに対して発狂する女性がいたり見通の持ちとか所あわしっていうお祝いがあったりっていうことですね ということで古文単語とも結びつけながらしっかりとマスターしておいてください以上ですさあ入試問題で確認しておきましょう「かいまみしに」ってことなんですけども解釈として適当なものを選べっていう問題です「かいまみ」っていう単語がねどういう単語かっていうのが聞かれてるとちょっと確認しておきましょうここですね「かいまみる」っていうことで「のぞきみる」ということで「のぞきみ」っていう言葉が入ってる1番が正解です さて、その次、ヨバヒこれをね、5時以内で現代語訳せよっていうことでした。これも確認しておきましょう。ヨバフーっていうことで、フーっていうのがね、反復を表すんで何度も呼ぶっていうことになるんですけども、〜ちゃん〜ちゃん〜にゃにちゃんって呼んだらね、そんだけ大好きやんっていうことになって、求婚するっていう意味がありました。ということで、求婚しっていうのがね、答えになります。次行きましょう。このね、フーミーっていうのがあって、 それをね、柳につけてってどういうことなんっていうことなんですけども、現代語訳として適当なものを選べって。これは2番が答えになります。柳の枝に結びつけてっていうことなんですけど、花を折ったりね、その枝に文を結びつけて、そして送るっていうのがあったと。ちょっと確認しておきましょう。このやりとりっていうところでね、文っていうのを送ります。化粧文、ラブレターのことでした。 そこにね、花を添えて送ると。まあ季節感であったり、センスであったり、またね、この内容とリンクさせたお花であったりっていう風にして、まあよりね、おしゃれにしていくっていうのがありました。これをね、ちょっと知っといてください。ということで、風味ってきてね、なんかをつけてってきた時には、この2番になるよっていうのをね、新しく覚えておきましょう。ここがね、その場面に合ってたり、和歌の内容に反映されたりするところがポイントになります。さて最後ですね。 のの意味として適当なものを選べまずねこの読みが聞かれることが多いんでしっかりと覚えておきましょう読みにくいですよね「絹絹」って読みますこれでした「絹絹の踏み」っていうのは絹と絹を重ねるっていうことなんですけども意味としてはね「ともねをした翌朝の踏み」なんだっていうことになりますで大事なのは絹絹の踏みがないってことは次はないっていうことなんですよ だからこそその絹絹ヌヌの文があるのかどうかっていうのはね恋愛でとても大事になってくるんで絹絹ヌヌの文が送られなかったらもうないよっていうサインなんでねこれもね知っときましょうまあ共音をした翌朝ね女性はものすごくこの絹絹ヌヌの文っていうのの有無を気にしますしそのタイミングっていうのを気にするっていうことですねそうすると絹絹ヌヌだけやったらどういう意味になるかっていうと 一とも根をした翌朝男女が別れることっていうことですねこれが正解になっていきますこの貴族の恋愛の流れっていうのは覚えることがたくさんありますけどもねその分武器になっていくんでしっかりとマスターしていきましょう以上です <music>